始まるよ。どうも皆さん、こんにちは。タレバック工場のアンドゥです。今回もリトルナイトメア2、前回の続きから遊んでいきたいと思います。そう、前回ね、このドアの先というか、ドアっていうか、なんだ、扉の先に行ったら、そう、男の人があのカメラに頭を突っ込んでいるっていう、まあ謎の状況を見たところで終わったんですよね。で、多分この先に行くと思うんですよ。で、また外に出るのかな。え、大丈夫そう。このまま下に落ちるのか、上に行くのか。いや、でも上だろ絶対。危な、はしごあったわ今の。俺ちょっとファインプレーだと思ってる、自分の中で。オッケーオッケー、来た。こう行きつつで、多分飛ぶ。はい、素晴らしい。シックス、ついてこれないやつは置いてくぜ。あ、なんだ、なんか聞こえる。ピアノ、え、こいつ無視してっていい？こいつは敵じゃない、こいつは敵じゃないっぽいな。多分この奥で何かしてる人がいるんだろうな。え、なんかめっちゃ人いるんだけど。なんか敵多くない、今回。え、敵なのか、敵なのかすらも分かんないな。あの、すいません、ここってどこですかね。すいません、あの、もう本当にやーね。ちょっと話しかけただけでああいうことしてくるんだから、本当嫌になっちゃうわ。なんだここ、多分これも協力プレイだと思うわ。頼む、俺を上げてくれ上に。はいはい、もう分かってきたわ、どこでこの協力プレイをするのかしないのかっていうのがね。え、ベッドシーン、もしかして。ごめんなさい、ごゆっくり。すいませんでした、大変申し訳ございませんでした。さあ、おシックス大丈夫か。あ、オッケー、これだ。おい、なんだろう、今のところ特に何も害はないんだけどさ、害はないんだけど、害がなさすぎて逆に怖いというか。え、あ、そっち行くの。なるほどね。分かったよシックス、あぶねえ、ギリギリ。これあげろってこと、任せてシックス、お前の気持ちは分かるよ。ああ、上に、あ、え、上でいいのか、下じゃないよな。さあ、あ、なんだこんな、え、でもこれ鍵かかってるよ、開かなくない。え、シックス、どういうこと。シックス、話が違くないか。え、もう一回やる、もう一回下ろす。あ、さらに上に行くのか。いや、そういうわけじゃないのか。え、鍵がどっかにあるってこと。でもこれどこまで下に行くの。いや、さっきのとこだよな。で、わかった、ここを上げて、で、ここが上がるタイミングで右の崖に飛ぶ。そう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 、そういうことだと思ったわ。で、多分ここに行くんでしょ。え、シックスは置いてきちゃったけど大丈夫そう。大丈夫だよね、シックスは。多分あそこで待っててくれって。あ、え、いけない、そんなことある。あ、飛び移るってこと、反対側に。そういうことか。あ、そういうことっぽい。オッケー、ナイスナイスナイス、なるほど。こうやってうまく登っていくのか。え、多分合ってるよな。そんなこと、あ、あ、なるほどね、ここに出るんだ。で、鍵を探せってことだよね、きっと。どこだ鍵、鍵を探せってことは、そろそろ敵がいるのか。いや、そんなことなさそう。あ、これ鍵か。いや、違うよな、ペンだけだよな。ここに開けたら鍵が入ってるとかかな。あー、やっぱ あった鍵。これを拾って、違う違う違う、拾ってほしいんだこいつをな。拾えるか、拾えるか、拾えるか。オッケーオッケー、拾った拾った拾った、拾って。でも急ごう、すぐ、はい、すぐ開けてあげる。オッケー、開けて、オッケー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 。で、どうすんの次。多分俺これだと思ってんだけどな、シックス。違うか、やっぱりお前の行動は嘘をつかねえからな。ありがとうよ、分かってたよお前の行動が。どっち、こっちか。下ろしたはいいけどじゃない、別に何もないよな。いや、わかりました、皆さん。これちょっと今攻略を見させて攻略をね、見させていただいたんですけども、いや、これわかんないよ。これ下げるじゃん、まず下げる。この下げてる間にこっちに出るんだって。で、これが下がってる隙にここ
このレバーを下げて屋根裏部屋に行くんだって。でこのスイッチは、あ、違うこのスイッチはエレベーターを上に上げるためのもの。だからこれでタイミングよく乗るのかな。今です。はい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 。でこれで屋根裏に行くんだって。いや分かるってこんなの。分かった人いるのこれ。初見で何の動画も見ずにこの要素に気づいた人、俺もその人のことを神と呼びます。神の方いらっしゃいますか。やべえ、屋根裏にしては屋根外すぎない。屋根裏っていうかむしろ屋根じゃない。やばい、なんだすごいめまいみたいなの感じるんだけど、大丈夫、大丈夫そう。シックス来れるか。オッケーオッケー、さすがお前の運動神経は俺らしいんですね。これ多分ここを伝ってくんだろうな。ここを伝っていきつつ多分この上に出ると。はい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 、ここまで完璧。じゃあなシックス、お前の力なんて俺は借りねえ。なんだこれ。いやシックス、お前の力が必要かもしれないこれ。え、崖登り、なるほどね。ごめん、やっぱりお前の力は必要だった。多分これを回してオッケーで離しちゃいいのか。あれ違う、巻き続けりゃいいのか。あ、逆に回せばいいのか。なるほどね。オッケー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 。シックス、シックス行ってこい。オッケー。でこれは俺どうするの。お前嘘だろ、それ届く、この距離俺たちでも無理じゃない。お前三等身ぐらいのお前らが届く距離じゃない。だがやるかやらないかじゃない、やるかやらないかだ。よっしゃ、同じことは2回言ったけど多分みんなにはバレてない。よし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 、さすが、俺はお前のこと愛してるよシックス。え、こっちで合ってるよね。おっ、OK OK OK。 でどうすんだ。多分これ協力プレイだと思うな。シックス、俺を上げてくれ、もう一回。そう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 。でこれが多分非常用のあれだから、はいはいはい、これで落として上にさらに登っていくと。やばいな、どんどん最上階に行くな。ここどこだ、なんか都会すぎない、いくらなんでも。これはこのはしごを使うのか、違うっぽいな。え、これか。あ、登れる登れる登れる。すっごい、何でも登れるやんこの人たち。身体能力お化け、もしかしてあんたら。実はそうでしょ、俺に言ってないだけで身体能力お化けだったでしょ。いけない、協力プレイ。え、協力プレイってわけじゃないのか。え、まだ上に行ける、ん、え、ここに入るんじゃないのかな。あ、でもここからならいけるか。あ、オッケーオッケーオッケー、いけたいけたいけた。部屋に入りましたね。どうしようかな、今日ここで終わってもいいよな。まだ敵が出てきてないってのはあれだけど、いやそろそろなんか来そうだから、ちょっとやっぱ今日ここで終わります。じゃあまた次回のリトルナイトメア2でお会いしましょう。バイバーイ。皆さん今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。